こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい。はい、今日は、トートバッグをご紹介したいんですけども、はい、ファイブウッズのプラトーという定番のトートバッグでして、はい、こちらもご存知の方も結構いらっしゃるかと思うんですけども、はい、簡単に少しだけ説明させていただきますと、1890年創業の林子さんというその老舗のカバン屋さんが、はい、作ってるトートバッグでして、めちゃ古いですね。そうなんですよ。歴史がある。なので歴史に裏打ちされた高い技術力で作られてるので、結構やっぱりクオリティはしっかりしてまして、うん、でサイズが3種類あるんですけども、はい、今日はちょっとそのサイズの方にフォーカスしてご紹介したいなと思ってまして、はい、まずですね、この一番小さいサイズ、はい、これはですね、ちょっとしたお出かけなんかに、ちょうどいいサイズで、ちっちゃいんですけど、マチしっかり取ってあるんで、結構容量も、はい、しっかり入りますし、女性の方なんかにもおすすめのサイズなので、はい、結構ね、ペアで買っていかれる方とかもいらっしゃったりするような、はい、サイズなんですけど。持ってください、持ってください。あ、持ちましょうか、はい、サイズが。まあ、こんな感じですね、うん、男性の方が持つとすごい身軽な印象になりますね。そうですね、はい、はいはい、で次がこの A4 サイズなんですけども、はい、こちらはですね、もう A4 のファイルが余裕を持って入れられるというサイズ感なので、うんうん、まあ、お仕事なんかだったらもうこれでなんかもう何でも賄えるかなっていうサイズ感ですね。なるほど、ポケットがあるのもいいですね。そうですね、ここに、はい、ファスナー付きのポケットがあるんで、まあ、貴重品とかなんか入れるのにちょうどいいポケットが付いてまして、あとペン差しと、あ、なるほど、こっちにも、はい、ポケットが2層分かれたものが付いてますね。はい、はい、まあ、これが一番、まあ、よく出るサイズというか定番のサイズで、はい、まあ、一番使いやすい重宝するサイズですね。なるほど、これも持つとこんな感じなんですけど、あ、さっきよりこうちょっと存在感はあるけど、そうですね、大きすぎないんで、うんうん、ちょうど良いサイズですね。サイズです、はい、はい、で、一番大きいサイズ、はい、これが、今僕の私物なんですけども。あ、私物なんですね。私物なんですよ、はいはい、これちょっとだいぶ使った後なので、ちょっと柔らかさがちょっと出てますね。そうですね、光沢なんかも出て、はい、うんうん、でこのサイズはですね、コンセプト的には男性の1泊2日の出張の荷物が、まあ、全部きれいに収まるようぐらいのサイズなので、これはもう本当に容量は申し分なくてですね、まあ、秋とか春なんかにアウターちょっと暑くなってきて脱いだ時なんかにも入れれるサイズで、まあ、今まさにこのジャケット入れてるんですけど、なんか全然外から見えなかったですね。そうですよね、これ結構分厚めのジャケットなんですけど、これも全然余裕で入ります。で、バックインバックみたいな感じで、あ、なるほど、サコシ入れてみたんですけど、はいはい、こんなのも全然余裕で入ってですね、はい、まあ、この2つ入れてもまだまだ余裕があるんで。そうですね、だいぶ余裕がありますね。そうなんですよ、なんで、まあ、出先でちょっと荷物増えたりしても余裕で入れられるんで。なるほど、これはもう本当に重宝してます。でもいった感じはちょっとさっきのよりはもちろんちょっと大きい感じはするんですけども、はい、まあ、大きすぎてなんかカバンにこう持たれてるみたいな感じはないんで、うんですね、はい、これもおすすめのサイズですね、うん、なるほど、はい、そんなファイブウッズのカバンなんですけども、はい、詳細は他の動画でもいろいろご説明させていただいたんですけども、今回はちょっとサイズの方にフォーカスしてご紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。あ、チャンネル登録もお願いします。はい、ありがとうございます。